モンクイーストマンモンクイーストマンはニューヨークのユダヤ系ギャング。本名はエドワード・オスターマン。これ以外にもジョーゼフ・ジョー、モリス、ジョー・マービン、ウィリアム・ビル、ディレイニー、エドワード・エディ・ディレイニーなど多数の偽名を使っていた。曲がった鼻と潰れた耳と全身に傷があることで知られていた。ブルックリン生まれ。親は中堅レストラン経営者。 1895年頃、ニューヨーク市のローアーマンハッタンに移住した。ブルームストリートの有名、クラブ、ニューアービングダンスホールの武装用辛抱を務め、先端に刻みを入れた四方足の警棒を持って、ホールを周回していたと言われる。その威圧的な風貌と、体育からすぐに、ギャングのリーダーになった。収入は、かけトランプ、管理売春、各地のスリや、 略奪犯罪からの情納金政治組織、たまにいいホールへの武力サービスなどで、構成員は一時1100人以上に傍聴した。彼のギャングは、イーストマンズと呼ばれた。リチャード・フィッツ・パトリック、マックス・ツベルバッハ、ジャック・ゼリグなどを部下に持っていた。労働運動に最初に介入したギャングの一人と言われている。手下を使いストライキをする労働者やスト破りをする。 物を病院送りにした。誰を襲うかは、誰が多く、イーストマンに金を多く払ったかによって決まった。腐敗した民主党政治団体タマニーホールは、選挙の時期になると、1200名以上のイーストマン一派による、ゲットアウトザボート運動に依存するのが常だった。同一人による複数投票などの不正投票を指揮し、性的の支持者を痛めつけるなど、 武力サービスを受け負った。その見返りに裁判で、タマニー系の弁護士が、メンバーの殺人以外の犯罪もみ消しに協力した。アジトは、ニューアービングホールのほかシルバーダラーズという酒場を使い、校舎はタマニー協会とのビジネス会談に利用された。ブルームストリートでペットショップを開いていたが、ギャング家業が本格化した後も店を続けた。イーストマンは、 イタリア系のファイブポインツニャングと激しい縄張り争いを繰り広げた。1902年9月29日、イーストマンズ総勢60人がファイブポインツの縄張りに侵入し、ガンファイトになった。17人が逮捕され、リボルバー15個、ナイフ8個、ブラックジャック3つを押収した。1902年10月4日、ファイブポインツのガンマン35人が9月29日の仕返しで、 イーストマンズのサフォーク通りのアジトを吸収し、2階のビリヤード場に駆け上がった。流血のガンファイトの結果、数人が怪我した。29人が逮捕された。同年10月、タマニーホールのトム・ホーリーの仲介で、ファイブポインツと平和協定を結んだ。1903年9月には、ポール・ケリーが率いるギャングとリビングトンで派手な銃撃戦を繰り広げた。 1904年に障害罪で逮捕され、10年刑で収監された。文句収監後のイーストマンズのボスの座は、マックス・ツベルバッフ派が継いだ。5年服役後の1909年に出所すると、組織を継いだマックス・ツベルバッフ派はすでに死に、組織は小集団に分裂し、彼の命令を聞く者はいなかった。王子のギャングリーダーに戻れないまま、小物の泥棒家業を始め、 強盗やアヘン密売で数回服役した。1917年、43歳の時、第一次世界大戦に際して、米国陸軍第27部隊の第106歩兵隊オライアンズラフネックスに入隊し、フランスでドイツ相手に最前線を死守した。敵の砲台陣地を撃破し、負傷した味方を助けに危険な場所に飛び込むなど、活躍した。1919年、 終戦で除隊し、アメリカに戻ると、戦争の英雄として迎えられた。軍同僚は、文句の最高レベルの勇敢さと忠誠を称えて、署名活動を展開し、失っていた市民権を、ニューヨーク州知事アルスミスにより、回復された。1920年12月26日早朝を4時過ぎ。 ローアーマンハッタン14丁目の路上で何者かに5発の銃弾を浴びて殺害された。深夜から明け方まで、ユニオンスクエアの酒場で仲間6人と飲んで、解散した後に銃撃が起こった。言い伝えでは、飲み会に参加していたとされる酒密造取締官、ジェリー防犯と金のことで揉めて、その場を去る防犯を追いかけて、泥棒を呼ばわりしたため防犯に撃たれたという。 イーストマンがひどく酔っ払い、侮辱の暴言を発しながら、防犯に近づきコートの内側ポケットに手を伸ばしたため、防犯は自分の銃を先に抜いたとも言われた。防犯はイーストマンらギャングのスピークイージーの上がりから賄賂を取っていたとも噂された。3日後、防犯が自ら殺害犯を名乗り出頭した。殺害理由が明らかにされなかったが、 第一級殺人罪で有罪となり、最長10年刑で、新進刑務所に送られた。しかし文句の死に、多くの不審点があるとして審理差し戻しになり、防犯は17ヶ月後に釈放された。文句は除退後、再び犯罪家業に戻ったと警察は見ていたが、真相は闇に葬られた。家族が遺体を認めながら、葬式を拒否したため、軍友が再び動いた。 大統領より国に貢献した、この男に国民は報いていないどころか、ギャング呼ばわりしている。我々は、アメリカを救ったその貢献にふさわしい葬式で送って、やるべきだと新聞にメッセージを載せ、葬式の募金を募った。12月30日、葬儀の行進を1万人の群衆が見守る中、軍装の例により、サイプレスヒル墓地へ埋葬された。棺のシルバーアップレートに、 アワーロストパル、ゴーンバットノットフォーゴットンと刻まれた。1933年、ホルヘルイス・ボルヘスがイーストマンを題材にして、短編、不正調達者、文句イーストマンを書いている。ユダヤ人ではないとする説がある。理由として、彼の埋葬地がユダヤ人墓地ではないこと、彼の両親や、兄弟の結婚式がユダヤ教の流儀ではないこと、 親戚が文句はユダヤ人ではないと語ったこと、彼の祖父がプロテスタント系の病院で死亡していることなどを挙げている。ありがとうございます。